ニコポリスの戦いは、1396年9月25日に、ドナウカ藩のニコポリスで、オスマン帝国のバヤジと一世と、ハンガリー王ジギスムンと率いるヨーロッパ諸国、ベネツィア共和国、ジェノバ共和国、マルタキシガンとの間で起こった海戦。ニコポリス十字軍と呼称される場合もあり、中世最後の大規模な十字軍である。オスマン帝国側の圧勝で終わった。 この戦いによって、バヤジと一世は、カイロのマムルーク朝保護下にあったアッアース朝の子孫で、あるカリフからスルタンの称号を授けられた。14世紀には、国王や騎士によって、個人的に起こされた多くの小規模な十字軍があった。最も近くには1390年のチュニジアに、対して、失敗に終わった十字軍があり、また、バルト海沿岸にて、北方十字軍が行われていた。 1389年のコソボの戦いでの勝利以降、オスマン帝国はバルカン地域のほとんどを征服し、東ローマ帝国をわずかにコンスタンティノープル周辺へと閉じ込め、後に包囲した。1393年にブルガリアの君主イヴァン・シシュマンは、臨時首都であるニコポリスをオスマン帝国に奪われる一方、兄弟であるイヴァン・スラチミルワナを、ビディンを保っていたが、 オスマン帝国の従属国に転落していた。ブルガリア貴族や先制君主、そしてその他の独立したバルカンの支配者たちの目には、これはオスマン帝国の信仰の流れを巻き返してイスラームの支配からバルカンを解放する大きな好機であった。加えてイスラームとキリスト教徒の境界線がゆっくりとハンガリー王国へ動いていた。ハンガリー王国は、 今や東欧における二宗教の境界線であり、攻撃の危険にさらされていた。ベネツィア共和国は、モレアの一部や、ダルマチアというベネツィアの領土を含むバルカン半島のオスマン帝国による支配が、アドリア海やヨニア海、エーゲ海へのベネツィアの影響力を低下させるで、あろうことを恐れていた。一方、ジェノバ共和国は、ドナウ川とボスポラスダーダネルスの領海峡の支配権を、 オスマン帝国が獲得することで、カッファ、シノペイやアマスラなどのジェノバが重要な植民地を多く持つ、国会とヨーロッパの交易路を最終的にオスマン帝国が独占することを危惧していた。ジェノバはまた、1395年にバヤジと一世が包囲を行った、コンスタンティノープルの金閣湾の北にあるガラタ地区を所有していた。1394年に、 教皇ボニファティウス九世は、オスマン帝国に対する新たな十字軍を宣言したが、当時教会大分裂によって、アビニョンとローマに対立教皇が立って、教皇権が二つに分かれており、さらに教皇が十字軍を招集する権威を持っていたのは、同意過去のことになっていた。それにもかかわらず、イングランドとフランスは百年戦争が昇降状態であり、 リチャード2世とシャルル6世は十字軍に資金援助を与えるために協力する意志があった。ハンガリー王、後に神聖ローマ皇帝にもなるジギスムントとフランスの連合十字軍に関する折衝も1393年から進んでいた。ジョン・オブ・ゴーンとオルレアン公ルイ、ブルゴーニュ公フィリップらによる初期の計画が1395年になされ、 翌年、シャルル6世とリチャード2世が続いたが、1396年の初めまでにはこれらの計画は放棄された。代わりに、フィリップ2世の長子ヌベール白ンが約1000人のイングランド人派遣軍とほとんどが、ブルゴーニュ公国の騎兵からなるおよそ1万のフランス軍を組織した。バイエルンからの6000の軍もあった。しかし、醤士期間の軍の数を8000とする他の資料もある。 この場合、ジギスムントがハンガリーから6000から8000人を総勢1万6000の軍に提供したことになる。フランス軍はモンベリアルを1396年の4月に、新発してウィーンに5月と6月に到着し、7月にはブダでジギスムントに交流した。ワラキア公国のミルチャ一世は、聖教徒であったが、十字軍に大軍で参加した。 ワラキアは今やキリスト教世界とイスラーム世界との境界を構成していたのである。カラノバサの戦いやロビネの戦い、1395年のカルブナ広告をめぐる諸戦闘などでミルチャワバヤジトに何度か打撃を与えていたので、ワラキアはオスマン軍の戦術に精通していた。ニコポリスで捕虜となったバイエルンの十字軍戦士ヨハンシルトベルガーは、 二つの異なる戦法の選択の不同意から引き起こされた対立について後に回想録で述べている。その二つの戦法とは、その軍の大半が鈍重な典型的な西欧の重騎士で構成される十字軍の戦法と敵上を見極め最適の戦術を決定するため、戦闘に優先して偵察の実行をジギスムントに意見愚心したミルチャの戦法である。 ジギスムントが賛同し、ミルチャは十字軍の指揮権と、ワラキアの景気兵団が偵察を終えた後に、第一撃を加える権利を要求した。ジギスムントは快く同意したが、伝統的な戦術のいかなる修正も拒否するジャン、ムコアコや、他の西王の騎士によって、提案は退けられてしまった。ジャンが、連合軍の指揮権を取り、ニコポリスに向けて、南に進軍を開始した。 国境地域は十字軍の震度に沿って略奪され、ラホボの町は蹂躙されて住民は殺される過保留となった。小規模なオスマン軍も何体か捕捉された。戦闘員の数は歴史上の情報において重く争われてきた。歴史学者のタックマンは年代記は習慣として素晴らしい出来事にはそれにふさわしい数字を当てると記し、 ニコポリスの戦い大変重大とみなされたので、戦闘員の数も中世の年代一期の範囲によって40万人ほど与えられ、主張それぞれの側で敵は2対1で上回り、それは十字軍のために、その敗北に慰めを提供し、トルコ人は勝利の栄光を増大させた。しばしば定説とされた10万という数字は、トゥフマンによって却下され、彼は10万人は、 ドナウ川の鉄の門を通過するときに取り上げられたもので、その時十字軍は8日かかっている。最も近い記録の数字は、ヨハン・シルトベルガーによって作成され、バイエルン貴族の出身のドイツ人信徒である。彼は16歳で戦いを目撃し、捕らえられて、帰郷の前の30年間にわたり取る個人によって、奴隷にされた。この時に彼は1万6000人による最後の、 戦いにおける十字軍の強さの推定する戦記を書いた。しかし彼はまた、オスマン軍の兵力を大幅に膨らまして20万人と推定している。19世紀のドイツの歴史からの両陣営の兵力の資産は、キリスト教徒側は約7500から9000人であり、オスマン側は約12000から2万人という数字が出された。ロジスティックの観点から、 ニコポリス周辺の田舎には数千の人と馬のために食料と飼料を供給することは不可能だったろうと指摘した上である。中世の軍は進軍しながら取り囲んだ地域から領食を挑発し獲得していた。近代軍が補給路を使用していたこととは対照的にニコポリスの戦い。トルコのミニアチュールによって描かれたもの、フランスからおよそ2000人の騎士と従者が参加し、 それに、最前の義勇兵と、傭兵から6000人の弓隊と不評が付きしたがった。総勢1万ほど。次に、重要なのは、西洋派の騎士団、コンスタンティノープルとキープロスの衰退以来、彼らは、デワントで、キリスト教の標準的な守護者である。ベネツィア共和国は、海軍の艦隊を支援に派遣し、同時に、ハンガリーの使節団は、ラインラント、バイエルン、 ザクセン他の新生ローマ帝国地域のドイツ諸公に参加を呼びかけた。フランス王国はポーランド、ボヘミア、ナバラとスペインにはこれは十字軍だと布告を出した。これら地域からは個人的に参加した。イタリアの都市国家は都市間の争いが熾烈で参加できなかった。イングランドの参加はなかったことは広く知られている。イングランドの騎士10人の報告は 現在のアントニオ・フィオレンティノからで、それはアジスエス・アティアと彼以降の歴史家によって事実とされている。1000人の騎士らは実際には不評と従者を数えれば4000人から6000人で少なくとも2倍の馬を連れていた。しかし、イングランドには軍事力を海外に派遣したという財務的な記録はなかったし、組織と派遣のための王家の準備の記録もない。 ヘンリー4世の報告会イングランドの文献会を率いたランカスター公の息子はヘンリーのどの息子の存在から嘘に違いなく王の結婚式の5ヶ月後に十字軍に出発したと記録されている同地のほとんどの貴族と同様にである。アティアはまたニコポリスでのイングランドの守護聖人である成城時の時の声がイングランド兵の存在を明らかにしていると考えているが、 しかしフロアサールはこれを指摘し、フランスの騎士フィリップ・ダルトワの時の声だと解釈している。さらに、イングランドには捕虜に支払う身の白金の記録はない。戦闘に人員を派遣したどの国にもそれがあるのに。イングランド人の存在の現代の当時の記録の散発的な言及は、西洋派ネ騎士団のイングランドのゼツというサブグループ返すことができよう。 彼らは、ロドストを離れてから、ドナウ川を搬送し、十字軍のために同志と合流したのである。考えられる、イングランド武産化の理由には、王とグロスター港との間の緊張関係が含まれる。二つ目の理由には、今日の結論にも構わず、以下のようなことが信じられてきた。すなわちイングランドは密接な支援者としての立場をよく維持したが、 イングランドとフランスの間の長い戦争によって引き起こされた緊張がイングランドがフランス率いる十字軍への参加を拒否する結果となったのでないかというものである。それにもかかわらず誇張された数字が繰り返される。これらには6000人から8000人のハンガリー人も含まれたほか1万人のフランス人、イングランド人とブルグンド人の軍勢にワラキやこ ミルチャ年長王によって引きられた1万人からなる、ワラキア軍6000人からなる、ドイツ人軍と1万5000からなるオランダ、ボヘミア、スペイン、イタリア、ポーランド、ブルガリア、スコットランド、スイスの陸上軍に、ベネツィア、ジェノバと西洋ハネキ師団の海軍の支援があった。その結果、全部で4万7000人から4万9000人ほどになり、 多数の資料か12万人か3万人を上回るとも言われる。15世紀のオスマン帝国の歴史家シュックルーラは、その著書、ビファセトゥティタボリーでは十字軍の兵力を13万人している。オスマン帝国軍の兵力も2万から2万5千と、見積もられていたが膨らんだ数字が、繰り返しの上昇が続き6万となった。15世紀のオスマン帝国の歴史家のシュクルラは、著作。 ビファセトゥーティータボリーを含む多数の歴史書によれると、シュックルーラも著作の中でオスマン帝国軍の兵力を6万としている。それに引き換え、十字軍がその大体半分と記している。オスマン帝国軍にはまたステファン・ラザレビチ公式家の1万5000のセルビア人の重装挙兵が含まれていた。彼は1389年のコソボの戦い以来、バヤジと一世の進化であり、 スルタンが、ステファンの妹のオリベラデスピナと結婚してからは、義理の兄弟であった。オリベラの父は、ステファンと同じラザルコであったが、彼は、コスボの戦いで処刑されていた。ブルゴーニュコフィリップは、ジョン・オブ・ゴーンとトルイド・バロワと共に独自に十字軍の、率いる計画を立てた時に、三者皆が彼らを、必要としているイングランドとの和平交渉を主張し、撤退した。 ひょっとしたら、その理由は、彼らのライバルが止まる時に、あえて王位の元を離れる者はいなかったかもしれない。しかし、ブルゴーニュ公は、彼が24歳の長子のヌベール白ンを、名目上の指揮官とすることで、自身が資金を提供していた十字軍の支配を維持していた。ブルゴーニュ皇は、十五歳以下のウーハク、フィリップ・タルトワ及び武士高原水醤にマングルと、同様に、 自分の息子も必要な経験がないことを認識していたため、選手としても王国の政治家としても経験豊富なアンゲラン7世独身を召喚し、十字軍の間彼をヌベール白ジャンの首席顧問とした。この曖昧な十字軍の指揮系統は最後には決定的な問題を顕在化させた。この時ヌベール白ジャンには十字軍に参加した他の 有力フランス君主同様に長い顧問の名簿を与えられ、彼らと共に、ヌベール・ハクジャンはいつが彼にとって良いかを名簿で調べることができたが、指揮権の統合の概念はまだ中世ヨーロッパの戦士たちには理解されていなかった。十字軍の規律のルールは1396年3月28日の軍事評議会で定められたが、そこには騎士は、 攻撃を継続することで遊武を示すことが常に要求されるという騎士道の規律が明記されており、戦時には白とその従者は前衛を主張するという究極の条項、アイテムが含まれていた。十字軍は1396年ディジョンを出発し、ドナウガー上流のストラスブールを経由して、ドナウガー上流のバイエルンに至り、そこから川を下り、ブダでジギスムントと合流した。 ここから十字軍の目的は、計画不足にもかかわらず、バルカンからのオスマンの追放とコンスタンティノポリスの救援、ヘレスポン島を経て、パレスチナと政府んぼの解放のためにアナトリアとシリアに遠征し、勝利後回路でヨーロッパに帰ることであった。準備は、ベネツィアの艦船のマルマーラ海でのオスマンの封鎖で、アリソンのためにベネツィアは7月に、ワラキアで十字軍と合流した。 ドナウ川を赤線で示したヨーロッパの地図クシーは抗軍する十字軍には同行せずにミラノコージャンガレアッツオビスコンティとの外交交渉のために別行動をとっていた。ジェノバをその影響から除こうとするフランスの政治工作は激しく、ミラノコはジェノバの主権をフランスに移すのをやめようと試み続けてきた。クシーはフランスは一層敵対的行動に、 干渉するだろうとミラノ公に警告するために派遣された。争いは政治的以上のものであった。オルレアン公の妻、バレンティナ・ビスコンティはミラノ公の最愛の娘であったが、彼女は十字軍出発の月にフランス王妃、イザボード・バビエールの陰謀によりパリから亡命していた。ミラノ公は娘の名誉を守るために騎士を送るのを恐れたが、ニコポリスでの災害をきっかけに、 彼は、バヤジと一世に十字軍の動きの情報を送っていたのではないかと広く信じられていた。これを確認できる証拠はなく、フランスのそれまでの敵意により、事後にミラノ港をスケープゴートにした可能性が高い。とはいえ、ミラノ港は権力確保のためにおじを殺害し、事実、十字軍を裏切ったのである。クシーは、外交的任務を完了するとアンリ・ド・バルに同行し、 彼らの友連れは、ミラノを離れ、ベネツィアに向かった。そこからは船を用し、5月17日に彼は、アドリア海を渡り、ブダでの合流するために陸路を取るために5月30日、クロアチアの戦ニ港に上陸した。クシーは、ヌベール白ジャンの前に到着した。ヌベール白ジャンは、ドイツの諸公によるレセプションと祭りのために、ドナウガー上流で泊まっていた。 ヌベール・ハクジャンは6月24日までにウィーンに到着しなかった。この月末前に十字軍の戦法がウーハクと武士高原水によって引き入られた。70隻のベネツヤの艦船からなる艦隊は食料を積み、ドナウを下ったが、その頃、ヌベール・ハクジャンはギリの兄弟であるオーストリア大公レオポルト4世とパーティーを楽しんでいた。それから彼は、 義兄警に10万ドゥカードもの莫大な金を無心し、それを揃えるために時間を取り、7月にブダに到着した。一旦指導者らが到着すると、戦略は、西予跳ネ騎士団の団長で、ベネツィア艦隊の責任者フィルベールドネラクによって、調整された。44隻のベネツィアの船舶は、西予跳ネ騎士団を乗せて、ロドス島からエーゲ海を経由して、マルマラ海に入り、 一部は戦わずして、国会に入りドナウ川を遡った。海軍力では劣勢のオスマンが政界権を握る、ベネツィアに挑戦しなかったという事実は、バヤジトとオスマン軍の多数はすでにヨーロッパに上陸していた少佐といえる。ブダでの軍事評議会はすぐに紛糾した。前年に、バヤジトは5月までにハンガリーを攻撃すると宣言していた。しかし7月の終わりになっても姿を、 表さなかったからである。ヘレンスポントあたりにまで送った、ハンガリーの石膏は、彼の姿を見つけることはできなかった。これを受けて、フランス軍はバヤジとは臆病者だと断じた。ジギスムンとわバヤジとは来ると考え、彼らに長距離の行軍をさせる方が、自分たちが彼らを見つけるための同距離の行軍を、するよりも賢明であるとアドバイスした。この戦略は、 フランスと他の同盟者に退けられた。クシーは、スポークスマンとして振る舞い、以下のように発言した。バヤジトの我らに、軍事行動を起こすという大言相互は、ザレごとなった。バヤジトを捉えるために、我らが彼のもとへ行くべきである。ジギスムントはほとんど選択せずに黙認せざるを得なかった。歴史家はまた、クシーの演説は、ウーハクを嫉妬させ、ウーハクは、 フランス軍での上司の地位ゆえに自分こそがスポークスマンとしての名誉を持つべきだったのにと感じていたのだと書いている。十字軍はドナウ川の岸を離れ、ハンガリー軍の一部はミルチャネン朝王のに引きられたトランシルバニア及びワラキア軍と合流するために北に向きを変えて進んだ。ハンガリー軍の残りは十字軍の先人として派遣された。 十字軍が政教権及びイスラム圏に移動すると伝えられるところによれば住民への乱暴労石が増加したという。十字軍の略奪行為はドイツを通過する際に定期的に行われていたと報告されており伝えられるところによればフランス軍の規律のなさは異教の地に入った時にはいよいよ高まった。年代記記者はまた十字軍の不道徳と特進について 雄弁になっていき、また聞きの情報ではあるが、酔っ払った騎士たちが、日常的に勝負と寝ていた詳細を記している。十字軍は通過に妖怪を要したドナウ川の、鉄門ドナウ川が最も境外になる、鉄門峡谷のあるオルショバでは、先人はウガンへと平底船とボートを使い妖怪城、かけて横断した。彼らの最初の標的はビディンであり、この地は、 西部ブルガリアの重要な都市であり、オスマン帝国の支配下にあった。美男港は、このトルコ人支配者に圧倒的兵力の十字軍に、敵対する十字軍とは戦いたくはなく、即座に降伏した。唯一の流血は防衛のために駐屯していたオスマン将兵の処刑のみであり、この事件は、フランス軍に、トルコ人は十字軍とは、地上戦はできないということを一層確信させるのに、 死することになった。次の標的はラコアでありビリンの1 1 2 5トル離れたところにある堅固な要塞であった。遊武と武勲を示す機会がないことに不満を感じていたので、フランス軍は同盟軍到着前に、オスマン軍が朝には到着し掘りにかかる橋を破壊するので、夜には城塞に到達する要塞軍を実行した。激戦において、 フランス軍は橋を守ったが、ジギスムント到着まで押しのけることはできなかった。軍は統合され、戦闘員を降参させる前に城壁に至ることに取り掛かった。翌朝には、ラコアの住民は彼らの生命財産の保障を条件に、ジギスムントとの降伏に同意した。フランス軍は即座にジギスムントの協定を破った。彼らの重器兵が夜の前に城壁に登ったので、 フランス軍が攻略したと主張し、開門するや略奪と虐殺の限りを尽くした。オスマンとブルガリアの諸都市は人質を取られて敵意を抱いた。ハンガリー軍は、フランス軍の行動を王に対する重大な屈辱と取り、フランス軍は、その勝利の栄光をハンガリーがかすめ取ろうとしたと、非難した。オレアホボを保持するための中屯兵を解放すると、 途中の城塞の一つや二つを攻略し、十字軍はニコポリスへの進軍を継続したが、バヤジトへのキリスト教徒の死者が逃げたトリデーは迂回した。9月12日に、十字軍は石灰岩の崖の上のニコポリスの要塞が見える領域に入った。ニコポリスの戦いで、ハンガリー王、ジグムントと助けようとするキトスフェ1896年、ロールフェレンツ作、バヤ城所蔵。 ニコポリスの町はよく守られ補給も十分で、さらに十字軍は工場兵器を携行していなかった。にもかかわらず彼らは要塞の方位はターンにコンスタンティノポリス救援への本線の前奏曲に杉野と確信し、バヤジトが十字軍との実戦にこれほど早く到着するとは思っていなかった。オスマン帝国のバヤジト一世はすでにコンスタンティノープル方位に従事しており、軍をまとめて、 ニコポリスに向けて進撃していたのである。彼の進化であるセルビアのステファン・ラザレビチが道中、加わり、彼らは9月24日に約2万の軍で到着した。バヤジトはジャンガレアッツオビスコンティから十字軍の動向について警告を受けていた。ニコポリスは天然の要害に位置しており、ドナウガー下流計略と国内の連絡の鍵となる、取である。小さな道が、 崖と川の間を走り、砦は実際は二つの塀で囲まれた都市であり、崖の上の大きい方は高く、小さい方は下にあった。要塞化紙兵からの土地の遠くには、崖が平野に向かって急な坂になっていた。よく守られ、よく物資を供給され、ニコポリス知事だジャンベイは、バヤジトが救援に来なければならなくなろうと確信し、長期間の包囲戦に耐える用意をした。 十字軍は工場機を兵士と共に持ってきた。しかし武士高元水は楽観的に、はしごは容易に製作され、勇敢な男たちが使うのであれば、投石機よりも手っ取り早いと言った。しかし工場機の不足、城壁に対して急勾配の坂と堅固な鳥では兵力により攻略を不可能にした。十字軍は敵軍の出撃を阻止するために都市周辺に展開し、 海軍は川を封鎖し、兵糧攻めにした。にもかかわらず彼らは、城塞の包囲は単なるコンスタンティノポリス救援への大きな後押しの前触れであると確信しており、バヤジと一世はすぐに現実的な戦闘に持ち込むためにやってくることはないだろうと信じていた。2週間が過ぎ、退屈した兵士たちは、宴会、博打に敵軍への罵倒で無料を慰めていた。 よっていようと不注意であろうと、十字軍は保証を送らなかった。人営からの挑発に出たものが、オスマンの接近を知らせたにもかかわらず。バヤジトはこの時すでに、アドリアのオープルを過ぎ、シップタの街道を経由して、ティルノボに至っていた。彼の同盟者セルビアをステファン・ラザレビチは同行した。ジギスムントは500の騎馬隊を、 ティボルノ周辺のティボルノ南70マイルに偵察に派遣した。そして彼らはティボルノにオスマン軍が来着している情報を持ち帰ってきた。報告はまた住民がニコポリスに押し寄せていることも知らせた。住民らはツノ笛を吹き規制を上げた。武士高原水は彼らのスルタンは決して攻撃しないので儀式の音は軽略であると主張した。すなわち彼は 十字軍の指揮を下げる者として、オスマン軍接近の噂を議論する者はその耳を切り落とすと同括した。ニコポリスの戦いを描いた、オスマン帝国のミニアチュール状況の偵察により、彼自身を有利させる数少ない者の,の一つは、クシーであった。彼は500人の騎士と500人の騎馬救兵を南に置いていた。近くの街道を通り、オスマン大軍が接近していることを知り、 彼は200人の騎兵をフェイントに使用した。それをもって、オスマン軍を追跡を、残りの者らが副兵として潜む場所へと誘導し、戦法をくじこうと考えたのである。宿営地も与えずに、クシーの兵は予想以上の敵兵を殺害し、陣地に戻ってきた。そこでの彼の行動は陣に無気力に衝撃を与え、他の十字軍の賞賛を引き出した。トゥッフマン以下のように論じる。 これが、フランスのウヌボレとウーハクの嫉妬を、再び増大させた。彼は、クシーの危険な出撃を無効ずであり、ヌベールハクジャンから栄光と権威を盗もうとしていると、非難したと。ジギスムントは、軍事会議を24日に招集し、そこで彼は、ワラキア公、ミルチャ年長王が、戦闘計画を示唆した。その計画では、オスマンとの戦闘に慣れているワラキアの農民兵を、 最初のオスマンの前衛との攻撃に出させる。彼らは通常は略奪品で武装している貧弱な兵であるが、彼らはそれ以前に質の高いオスマン軍と戦っているので、先人に使用するのである。ジギスムンとは、前衛は騎士が戦うに値しないと主張した。ジギスムンとは一旦最初の激突の衝撃をパスしてから、 フランス軍は突進のために前線を形成する。その際に、ハンガリー軍とその他の同盟者は攻撃の支援に回り、シッパーヒーを十字軍の側面から守るということを提案した。ウーハクは、騎士に対する決定として、申し出を非難した。騎士が、農民兵の後に戦場に続くことを強いられることで、ある。伝えられるところによれば、彼は、先陣を取られることは、 我らに地辱を与えることであり、あらゆる不名誉に我らを晒すことですと言い、彼は上主として先方を引き受けること主張し、自分の前を行く何者も自分に死に値する地辱を与えると宣言した。ここにおいて彼は武士高原水の支援を受け、地震で恐れを知らない、フランスの若君ヌベール白醤は容易に納得させられた。フランスの攻撃の着手とともに、 ジギス軍とは、自軍のために戦闘計画立案から離れた。見たところ、数時間のうちに彼は陣地に、定めしばやじとは6時間だけで退散するだろうと書き送っている。十字軍は、大いに飲み、大いに食べ、混乱した反応をし、報告を拒否し、パニックに陥り、慌てて戦闘準備に取り掛かった。この点では、防衛の余力の欠如ゆえに、 ロコアで捕らえられた捕虜は虐殺された。ヨーロッパの年代危機者でさえのちに、これを野蛮人の行動とあだ名をつけた。戦闘図9月25日の夜明けに戦闘員は、その指導者の旗の元に集まり始めた。この点では、ジギスムントは彼の大元帥をヌベールハクジャンに以下のことを報告するために派遣した。石膏がオスマン軍の前衛を目撃した。 それゆえに2時間延期するように求めた。その間に、石膏は敵軍の数と夫人に関する情報を持ち帰るからで、ある。レベルはにわかに、顧問会議を催し、そこでクシート、フランス帝徳で十字軍最年長の騎士のジャンド、ビアンヌは、賢明そうなハンガリー王の希望に従うべきだと、助言した。これに、ウーハクは、ジギスムンとは単に戦闘の時間稼ぎをしたいだけで、 あると断言し、彼は突撃するのが嫌なのだとまで断言した。クシーは、ウーハクの言葉を先越と断じた、会議で初期のビアンヌに、真実と理性が聞こえなくなる、先越が支配するようになると求めた。ビアンヌは、もしも、ウーハクが前進を望めば、軍はそれに続くであろう。しかし、それよりは、ハンガリーを他と一斉に前進した方が、賢明である発言した。 ウーハクは、あらゆる大気を拒み、会議は、若い教皇論者が、年配の者を慎重ではなく臆病だと、攻撃するような激論に陥った。議論は、ウーハクが前進を決意した時に落ち着いた。ウーハクは、フランス騎士の前衛の指揮をとり、ヌベール・ハクジャン・トクシーは本体を指揮した。フランスの騎士は、牙の急兵を引き連れ、 他の南に降りるオスマン軍と出くわすために公営と共にニコポリスに向かった。西洋派歴史団とドイツ人と他の同盟者はジギスムント市機のハンガリー軍と共にとどまった。続く出来事は相矛盾する理由によって不明瞭になった。トゥフフマンは以下のように記している。異なった意見が入り混じった他に動きと戦場の運の筋の通った理由はなかった。 そこには目まぐるしく動く万華鏡のみがあったと、フランスの攻撃の描写、無数の戦闘員の記録。フランスの攻撃は、オスマン軍前線の未熟な長母兵を破り、訓練された不評の戦線まで前進した。弓隊の矢の雨を受け、さらに馬の腹を刺すために作られた串によって阻まれたにもかかわらず。年代危機者は、馬は尖らした杭に串刺しにされ、 騎乗者は落馬し、馬防作は馬の行くのを許さず、最後にはオスマン兵に掘り出され、シッパーヒーの相対的安全の陰で逃げ出した。クシーとビアンヌは、フランス軍は軍列を再編するために休止し、休養を取り、ハンガリー軍が進軍し、フランス軍救援が可能な位置に不人するのに要する、時間を許すことを勧めた。彼らの意見は、若い高派によって却下された。 オスマン軍の規模に関して何も考えていない彼らは、バヤジとの全軍の撃破を信じ、その追撃を主張した。フランスの騎士は丘に登り続けたが、半分以上を男で登ることが表明されたにも、かかわらず。どの道彼らは尖らせた杭によって馬から振り落とされるか、馬防策によって落馬したのだが、重装備で戦いながら、彼らは坂のてっぺんの平坦地に到達した。 そこは彼らがオスマン軍の退散を見つけてやると期待していた場所であった。しかしそれらの代わりに新たなシッパーヒーの軍に出くわした。彼らはバヤジトが予備役として保持していたものであった。シッパーヒーはラッパを鳴らし、金太鼓を打ち鳴らし、神は偉大なり。と叫び感情を沸き立たせていたので彼らの状況の死に物狂いぶりはたやすく。 フランスといくつかの騎士を立ち止まらせ、坂を下させた。残った者らは戦ったが、当時の年代記記者はその様子を、荒れ狂うイノシシや、怒り狂った狼以上に激しく戦ったと、記している。ビアンヌ帝徳、この多数の名誉が与えられた、最年長のフランスの流儀を戦場に持ち込んだ騎士は、自国の軍の士気を高めようとしたゆえに、にわかに死ぬ前に、多数の負傷をした。 他の殺害された高貴な騎士には、ジャン・ドゥ・カルジュ、フィリップ・ドゥ・バルト・オダルド・ドシャスロンが含まれていた。トルコ人は、ヌベール・ハクジャンを圧倒的に脅し、彼の護衛の者は、彼らの領主の命のために弁護するために、沈黙の服従としてその身を差し出した。ジハードの宣言にもかかわらず、トルコ人は、異教と同様に、貴族の捕虜から身の白金を得られることに関心があり、 ヌベール・ハクジャンは捕虜となった。ヌベール・ハクジャンが捕らえられたのを見ると、フランス軍の残りは降伏した。1540年に描かれた図出来事の時系列は漠然としているが、フランスの騎士は坂を登り、シパーヒーは包囲の中の側面は相当していたことはわかっている。記述は、ハンガリーと他国の兵士は混乱の中で戦い、殺害され、 乗り手を失った馬が押し寄せたとある。トゥフフマンは、この馬たちはつなぎ縄から解き放たれたのだろうとし、この解き放たれた馬たちを見て、トランシルバニア人とアラキア人は、この戦いは敗北したと結論付け、戦場から退却したのだろうと推測している。ジギスムントとマルタ騎士団団長は、言語に絶する両軍の虐殺と共に包囲を阻んだ。 この時点で再編された1500人、ステファン・ラザレビチ指揮下のセルビアの騎士は、ジギスムントが危機であることを証明した。ジギスムントの軍は圧倒されたため、退却を決断した。ジギスムントと西洋派の騎士団団長は、漁師の船で脱出し、ドナウ川のベネツヤの船に向かった。セリエ・ハクヘルマン2世は、ジギスムント軍の脱出を残された兵を率いて、 後に褒美として公尺に除されたニコラ2世イゴルヤンスキをジギスムント側で戦っていると認識した。この扱いが認められ、格好撃破が完了し、ジギスムント軍は降伏した。ラホホデのオスマン帝国軍による捕虜虐殺。これにはバヤジトは激怒した。ジギスムントは、後に聖意を跳ね騎士団の団長に以下のように述べている。 年代危機者ジャンフロワザールは以下のように宣言する。バヤジトは後日、ハンガリー王の死体を見つけるために戦場を視察した。そして彼の失った者に、すなわち十字軍の数に勝る兵力に、深い悲しみに胸を引き裂かれた。捕虜虐殺が判明すると、彼は憤撃した。彼は、捕虜すべてを9月26日の朝に、彼の前に集めさせるよう命令した。 オスマン軍は、フランスの騎士ジャック・ドエリーは、村と一世に仕えたと認識し、彼を、身の白金の取れる人質の第一と考えた。アンゲラン七世独死、アンリ・ド・マルル、ウーハク・フィリップ・ダルトは、ギー六世、ドラ・トレモーユと、その他は、ヌベール・ハクジャンの代わりに一つの集団にまとめられた。二十歳以下と判定された者は、人質か奴隷とされた。 数千とも考えられる残りの者のは、三人か四人の集団に分けられ、彼らの手をくくられた上、スルタンの前で裸で行進させられた。処刑の命令が出ると、ケイリはそれぞれの集団を順に殺していった。ヌベール白ンと貴族の人質の残りは、バヤジトのそばに立たされて、処刑を見た。残暑によるか、死死切断かであった。 武士高原水ジャンニセイルマングルは処刑の対象者であった。ヌベール白ジャンはツルタンの前にひざまずいて指を合わせることで彼は兄弟のようなものであることを示した。そうすると武士高原水は身の白金の値打ちがあるとされ彼は他の貴族と共人質となった。処刑は早朝から午後まで継続された。 そこではヤジとは流血によって気を病んだというので大臣が代わりを務めたが彼は不要な怒りをキリスト教世界に起こし処刑者とあだなされた。誇張された数字を除いても死者の数は300人から3000人と言われている。戦場での死者はさらに多い。戦場から逃げたもので生き残ったものはほとんどいなかった。ドナウ川のボートに泳いで 行き着こうとした者はあまりに多く、乗った者の重さで船が沈んだ。川を泳いで渡ろうとした者の多くは溺死した。ジギスムントは、ワラキア人の裏切りを恐れて、国会とコンスタンティノポリスを経由して帰国した。十字軍は、ドナウ川を横断し、陸路で帰国しようとした。彼らが行く土地にはすでに退却した、ワラキア人の軍がまぐさをむしり取っていた。 ボロを着て林をさまよう者は減っていき、身ぐるみ剥がされ、上に苦しみ、多くが路上で死んだ。もしかしたら、この旅程の末に帰還したもので、最も有名なものは、ループレヒト・フォンビッテルス・バッハかもしれない。彼は、小記のボロをまとって、軒先までたどり着き、その試練の数日後に死んだ。人質は、ガリポリまで5 2 5トルの距離を歩かされた。衣服は脱がされ、 靴もなかった。両手は縛られ、堀に叩かれた。ガリポリでは、貴族の人質は高い水準の生活を維持されたが、捕虜のうち内するに有するとされた300人の囚人の生活水準は低かった。ジギスムントを運ぶ船は、塔の750メートル沖を通過した。船はヘレスポントに行き、そこの沿岸には、トルコ人が捕虜を並べて、ジギスムントに、 仲間を助けに来いよとあざけるように呼びかけた。ジギスムンとはコンスタンティノポリスで人質に身代金の支払いの交渉をしたが、バヤジとはハンガリーの主権が十字軍で枯渇していることとフランスの方が多くの身の代金を取れることに気づいた。2ヶ月後のガリポリで捕虜はブルサに移送された。ブルサはオスマン帝国のアジア側の首都であった。そこで捕虜たちは 身の白金についての言葉を待ち受けた。12月の最初の1週間、想像できない敗北の噂がパリにもたらされた。各たる知らせもなく、噂話が好きな庶民たちが応急である、グランシャトーを遊兵し、嘘を告げるか、溺れて死んだと言い聞かすのであった。フランス王とブルゴーニュ公オルレアン公バル公は皆、ベネツィアとハンガリーに返答のために施設を派遣した。 12月16日、商船がベネツィアに、ニコポリスの敗北とジギスムンとの闘争をもたらした。戦闘後に騎士と認識されたジャック・ドエリーという者が、バヤジトによって、帰還の誓いを立てた上で、フランス王とブルゴーニュ皇に、バヤジトの勝利と、身の白金請求を知らせる命令を課されていた。ドエリーはクリスマスに、パリに到着し、王の前に膝まずき、 遠征の詳細と敗北及びバヤジトによる捕虜の虐殺について述べた。彼はまたヌベール白ンと他の貴族に手紙を送った。彼が手紙を送っていない者らはもう死んだと思われたので、宮廷の者らすすり泣き、エリーの周りに集まり、愛する者についての情報を求めた。サンドニの修道士によれば、苦悩がすべての上に君臨していたと。デシャンは、 朝から夜まで葬儀と書き記し、その日、1月9日はフランスでは、服物日と宣言され、その日は、パリのすべての教会の鐘の音を聞くのも哀れを誘うと、1397年1月20日に豪華な、献上品を持った、施設団がパリから、バヤジトの元へ交渉のために赴いた。とエリーは帰国させると制約し、すでに捕虜に手紙を送っている。ジャンガレッの助力は、 オスマン宮廷に広く接触を持っていたので重要であった。施設は遅ればせながらビスコンティケにフランス王がフルールドリスをそのエスカッシャンに加えることを許可したことをガレアッツォに知らせた。彼の最初の妻はフランス王家の出身であることと保虜解放に関するあらゆる努力に対しての謝意としての許可であった。そうこうしているうちに 施設は12月初頭をベネツィアで迎え、そこで捕虜の境遇を知ることになった。彼らはブルサへ行こうとした。ベネツィアはフランスのイスラーム圏に向かっての窓であった。この貿易港のネットワークは、情報、金、さらに捕虜の身の白金の交換の中心地であった。1397年2月13日、クシーは病気化戦闘での負傷で死亡した。 不死高原水とキー六世、ドラトレモイは1397年2月13日に、レバントに資金を求める協定によって解放され、ロドス島に立ったが、同地で復活祭の頃病死した。オスマン宮廷のフランスの交渉者は6月に20万、フロリアン相当の金の身の白金支払いで合意した。ウーハクは6月15日に死亡した。7万5000フロリアンの頭金で、 捕虜は6月24日に解放されたが、残る身代金の支払いが完了するまでは、ベネツィアに滞在する約束になった。しかし、貴族たちは贅沢に慣れており、ベネツィアに投入することなど考えられないことで、身柄解放のために身代金の残りを借りた。金を取り返したり借りるために島々に立ち寄った後、10月にベネツィアに到着したが、貴族らの身の代金の提供と、 旅の支度と生活のための金を支払うことの両方に要する金融取引は途方もなく煩雑であった。ブルゴーニュ、ジギスムントとベネツィアの三方からの取引は完了までに27年かかった。ペストがベネツィアで流行すると貴族たちは一時的にトレビゾントに避難したがアンリド・マルルは残った。残る最後のフランスの騎士、ヌベール・ハクジャン、武士高原水。 ギヨームドラ、トレモイユ、ジャックドラ・マルシュとそれに付き従った7、8人の騎士らは1398年、フランスに帰国した。彼らは、フランス王国への道すがら、銀遊詩人と縁とパレードで艦隊された。トゥフフマムは記している。レセプションは、社交事例以上の大層な熱意はなかっただろう。この時14世紀はそれに関しては引い出ていた。 オランダの歴史家、ヨハン・ホイジンガは、ニコポリスの戦いにおける敗北は、後世の目から見れば、無謀にも、騎士道的冒険の精神で極めて重要な事業に、取り組んだ政治がもたらした哀れな結果であると、著書、中世の秋で語っているが、実際の当事者や、当時の年代記作からは、そのような観点からこの出来事を分析していない。この戦い以降、まもなく、 イングランドとフランスは戦争を再開し、次にオスマンの勢力拡大を阻止するための遠征軍が西欧からバルカンへと送られたのは1440年代に入ってからであった。ワラキアはミルチャ一世が反オスマンの姿勢を維持し、1397年と1400年にトルコの侵攻を食い止めた。1402年の夏、アンカラの戦いでティムールに バヤジと一世が敗れて、とらわれのみとなると、オスマン帝国は、統制を失い、ミルチャ一世は、その機に乗じて、ハンガリー王国と手を組み、大オスマン遠征軍を結成した。その後、ハンガリー、ポーランド及びワラキアは1444年のバルナの戦いで、オスマン帝国に敗北を喫し、1453年には、コンスタンティノポリスが陥落した。 さらに1460年、1461年にモレア先制公国とトレビゾンド帝国が相次いで滅ぼされた。これでバルカン及びアナトリア方面の東ローマ帝国最後の残存領土は残るギリシャ系のハンオスマン帝国勢力もろとも消え去った。ニコポリスの戦いは一般に第二次ブルガリア帝国の終焉とも認識されている。 十字軍の敗北とともに、同帝国復興の希望がついえたからである。この戦いで囚われたイヴァン・スラツィミルは、ブルサで投獄され、国に戻ることはなかった。ニコポリスの戦い以来、ヨーロッパ諸国は連携してオスマンと戦う意欲を失った。他方、オスマンは、コンスタンティノポリスを含むバルカン半島の支配を固め、中央に対する一層大きな脅威となっていった。 ありがとうございます。